炎が見える。俺はアルフェン殿。なぜ怒りに任せて敵を倒した。だがこの怒りはどこから。それに裏側にぴったりと張り付くようなためらい。俺を呼ぶ悲しげな声。俺は誰なんだ。ここはようやく起きたか。1週間、そんなに眠っていたのか。俺は。ああ、そうだ。俺たちが駆けつけた時、お前は半分消し済みになりかけていたんだ。シオンに感謝するんだな。シオンが直してくれたのか。スルドはまだ4人いる。ここで死なれては困るというだけよ。戦いはどうなったんだ。この1週間でレナの抵抗も降伏するか多量に逃げるかしてだいぶ下火になった。カラグリアは解放された。お前がスルド・ビエゾを倒したおかげだ。改めて礼を言う。よくやってくれた。俺はただ必死で。鉄仮面改めアルフェンか。半分だが顔も取り戻したわけだ。で、何者だったんだ、お前は。俺は。わからない。思い出したんじゃないのか。そうか。無理に焦ることはない。名前が思い出せたんだ。残りもいずれ戻るだろう。これからどうなるんだ。やることはいくらでもある。解放したと言っても俺たちには何もない。何もかも一から始めなきゃならん。だがまずは自分がどれだけのことを成し遂げたのか知るといい。炎の門に行ってその先に広がる世界を見てこい。大勢のダナ人が夢見ながら叶わなかった光景だ。炎の門。ついていくわ。また怪我でもされたら迷惑だから。勝手にしろ。何か視線を感じるわ。誰かが助けを求めているんじゃないか。今日は屋根の下で休めそうね。
腹はちゃんと満たせるはずよ。困っている人はいないか？何にでも首を突っ込まないで。うん、いいな。これでどうだ？よし！素材が違えば出来上がる武器も変わるか。それぞれの炎の剣の力は期待以上ね、うん、あれだけ強ければもはや属性の相性も問題にならない。問答無用でねじ伏せる圧倒的な力だわ。炎の門の時みたいな芸当は期待しないでくれ。あれは修霊鬼の化け物の力があったからできたんだ。それでもビエゾは倒せたわ。なら他のスルドにも通用するはず。十分よ。どのみちこれ以上強力だとあなたの体が持たない。ビエゾを倒した後のことを忘れたの？シオンは怖くないのか？あれほどの力を振るうことがいいこと。力は可能性よ。みすみすその可能性を捨てるつもり？分かったよ。切り札なのは確かだしな。自分が消し積みにならない程度にせいぜい暴れてやるさ。何？そうね。うん。どうだろう。
そうね。うん。ええ。何？シオン。なんで人を遠ざけようとするんだ。いつも理由をつけて人の言葉を遮るだろう。さっきだってティルザの感謝を素直に受け取ればよかったじゃないか。利害が一致しているからであって、善意でやってると思われては困るもの。私は早く全てのスルドを倒したいだけ。そう、それもだ。スルドを倒したい。初めこそ疑いもしたが、今はその言葉に嘘偽りはないと思ってる。それでもお前はダナを助けるのに時間を割いてくれたじゃないか。それも必要であったり巻き込まれただけよ。ビエゾの城で子供を助けたあの時もか。あれは明らかにお前からだった。俺だって体だけでなく心も助けられているんだ。たとえ俺に痛みがなくたって、炎の剣を使うことで死ぬかもしれない。そこに恐れがないわけじゃないんだ。でもシオンがいつだってそばで治癒してくれる。だからこそ俺はこの剣を震えるんだ。これ以上詰め寄るならイバラが行くわよ。褒めてるんだぞ。そうなの？もう何なの？シオン、イバラが出てるぞ。もう話は終わったから。とにかくマスターコアを持っていたのがシオンでよかったよ。本当にありがとうな。さあ見に行こう、炎の門を。まったく、心臓に悪いわ。
よし、行くぞ。レナ兵や手下のズーグルが見当たらないな。はぐればかりだ。おうか、やるしかない。小物に時間はかけてられないわ。ああ、どんどん倒すぞ。存分に力を振るいなさい。これは価値があると思うわ。問題なさそうな相手だな。相手には困らないな。上げろ。炎よ、終わりだ。巻き込め。炎よ、私なら落とせる。上げろ。その隙に。分かった。よし、いい感じだ。この調子でいきましょう。片付いたわね。行きましょう。ああ、問題ない。どきなさい。なぎ払う。行くわよ。昇竜と。さらに炎よ、まっこめ。上げろ。なぎ払う。くれ。手足終わりよ。なぎ払う。装填中。はい。はやっと。当然の結果よ。綺麗だ。魚が泳いでるのが見える。美味しそうだ。え？なんでもないわ。
かない。炎よ、巻き込め。火の精霊術よ、昇竜と。ストライク。上げろ。次。何かに使えそうだな。問題なさそうな相手だな。行け。投げ払う。マグナム。昇竜と。やっと。掴め。はあ。炎よ、巻き込め。よし、いい感じだ。感じだ。力の差も測れなかったのね。あの時、修霊機から現れた炎の怪物、そして炎の剣に宿った力、あれはこの国のダナの人々を使って集められた精霊力だったんだろう。そういうことになるでしょうね。大勢のダナ人がそのために命を落とした。
その彼らの作り出した力がビエゾと壁を打ち倒した。なあ、あの時の精霊力はどうなったんだ？精霊力は世界を巡る、拡散してまたこの世界に帰ったはずよ。なら、レナが集めた精霊力はどこに行くんだ？王を決めたその後はダナに戻すわけじゃないんだろ？ダナには教えられないのか、なぜスルドを倒そうとしているのかも。そういうあなたはどうなの？あの炎の剣、あの剣の力は私が持つ火のマスターコアの精霊力。それは間違いないけど、それがなぜあんな形で権限したのかがわからない。なぜあんなことができるの？知るもんか。言っただろ、記憶がないって。わかったよ。別にお互い信用したわけじゃ。あの子はまだ目を覚まさないのか？まだよ。怪我は大したことなかったけど、相当消耗して衰弱してる。薬はないのか？それがここのとこの騒ぎの連続で、なけなしの在庫が振って。そうか。他に薬を扱っていそうな。そうだ、毒！毒ってあなたの面倒を見てたって人？ああ、今もモスガルにいる。彼ならもしかしたら。ならお願いできる？私はここを留守にできないし。わかった、任せてくれ。火には慣れているつもりだ。